足立チユリエは、北海道札幌市と平区出身の元女性アイスホッケー選手。ポジションはフォワード。立命館、継承高等学校、早稲田大学スポーツ科学部卒業。西部プリンセスラビッツに所属していた。身長155センチメートル。ベンヌ所属。現正、河村。小学生の時に兄の影響でアイスホッケーを始める。小学生時代は、 男子が圧倒的に多い中、チームのキャプテンを務めた。その後札幌市立羊級中学校を経て、立命館、慶承高等学校に進学後、2年生次にアイスホッケー女子日本代表に初選出される。札幌市内のクラブチームに所属した後、早稲田大学進学と同時に西部プリンセスラビッツに移籍。2007年1月から2月にかけて、 長春で開催された2007年、アジア冬季競技大会に出場して、銀メダルを獲得。同年4月、栃木県日光市で行われた2007年女子、アイスホッケー世界選手権ディビジョン A では6得点、4のアシストをマークして、優勝とトップディビジョン昇格に貢献。2008年と2009年には、世界選手権、トップディビジョンに出場。2008年11月、 上海で開催されたバンクーバーオリンピック世界最終予選に出場。チームはチェコ、ノルウェーには勝利したが最終戦で中国代表に敗れて2勝1敗の2位で敗退。2009年、ハルビンで行われた2009年、東京ユニバーシアードではキャプテンを務めた。2011年1月から2月にかけてアルマトイで開催されたアジア大会では2大会。 連続の銀メダル。2013年2月、ポプラトで開催された、ソチオリンピック女子アイスホッケー世界最終予選に出場。初戦でノルウェーに勝ち、2戦目でスロバキアにゲームウィニングショットで敗れた後、最終戦でデンマークを下し,し、いい組で1位となり、4大会ぶりのオリンピック出場権を獲得した。所属する西部では2008年から2010年までの、 全日本女子、アイスホッケー選手権、大会3連覇などに主力として貢献。2012年大会でも優勝に貢献して、最優秀選手賞を受賞している2014年、ソチオリンピック日本代表選手として出場。2018年、ピョンチャンオリンピック日本代表選手として出場。2018年6月15日のブログにて、2017年度のシーズンをもって、 現役引退したことを発表した。美人アスリートとしても知られている。尊敬する人物は1998年、長野オリンピック当時の日本代表首相を務めた近藤洋子で、元北海道文化放送アナウンサーの中野良子は、重視にあたる。早稲田大学で知り合った、スポーツ科学の研究者の男性と2014年9月27日に入籍し、 2015年5月18日にグランドプリンスホテル高輪で挙式、披露宴を行った。ありがとうございます。